い、皆さんこんにちは、サルです。今回はダイソーで新しく見つけたカトラリー収納ポーチをご紹介しようと思います。おそらくそんなに新しくないんですかね。うちの近所のダイソーではね、ようやく手に入った感じなので、購入してみました。以前からね、ペグ用のケースをこういう形状のものを探してたんですけど、まあ2000円から5000円ぐらいする割にはね、どっかこういまいち気に入らないので購入してなかったんですけど、まあ、これは330円でね、質感もね結構いいんです。これは完全にね、化学繊維ポリエステルなんですけど、まあツルツルしててね、比較的な丈夫な感じで、ちょっと合皮のねネームタグみたいなものも、このカーキの色もね気に入ったので購入してみました。ちょっと残念だったのはね、こういう風にね、ファスナー面なんていうんですか、マジックテープのついてる位置が両端で、丸めで留めることができないんですよね。なので、くるくるっと丸めたりね、薄っぺらい状態にして持ち運びたかったんですけど、どうもねスタンドとして立ちますよみたいな、まあ、そういうことを意識した作りになってるみたいで、そこはちょっと残念でした。そうなんですね、なんとかねこう薄っぺらくならんかなと、こう Z 字型に折りたたんでみたりですね、いろいろするんですけど、そうするとマジックテープの位置が合わなくなっちゃってくっつかないんですよね。と思ってですね、でその硬いね紙が、型紙が内側に入ってるんですけど、まあ、そいつを抜いてやればねくるくるっと丸まるんじゃないかなと思ったんですが、まあね後でちょっとわかるんですけどね、型紙はね取り出すことができなかったですね。ということでどうしようかなとちょっとね、ここで迷ったんですが、まあねいいやと、まあ紙だったら、まあ、力ずくでねこう曲げてやれば曲がるので、そうやってみようということでやってみます。もうこんな感じですね。はい、で端っこまで来たらですね、マジックテープがまあくっつきませんので、そこはですね同じくダイソーで売ってる面ファスナー、配線ベルト、なんか電気ケーブルとかを止めるものですかね、なんかこういうものを売ってましたので、これをね今適当に20センチぐらいですか切ってるんですけど、これで閉じてやればいいんじゃないかなと。そしたらまあね特に何かこう針と糸で縫ったりとかする必要もなさそうなので、楽そうなのでこういう方法にしてみました。端っこまで丸めましたら、マジックテープの部分にこの面ファスナーをくっつけまして、面ファスナーはどこでもくっつくような感じなので、こうやってやればはいくるくるっとね筒状に、中もしっかりね、隙間がない状態で閉じました。このね合皮のネームタグみたいなのもね色が感じいいですし、あそこもなんかちょっと後でねやりたいなとは思ってるんです。で本来はねカトラリーラックということで、私ペグを入れる気満々だったんですけど、まあセリアのねこれはカトラリーですよね、100円のやつです。それから同じく、セリアで売ってるこれはミニトングですよね。で木のスプーンとか、これはユニフレームのねお箸ですね。あと竹の割り箸、竹の割り箸はね何かあったらね削って、串になるので便利なんです。あんな風に入れてます。でも入れるものがなくなったので、こうもんじゃのヘラとかボールペンとかなんかあったものをとりあえず入れてただけですけどね。でこれ飛び出し防止カバーがついてますので、あんな風に閉じ具で閉じてやれば、まあ逆さまになっても落ちないということで、なかなかいいんじゃないでしょうか。でこの状態でもう一回丸めてみましょう。まあパンパンになるんですけど、こうやってねギューッと丸めるとやっぱりこうかなりコンパクトに収納できるので、これいいなと思いましたね。これだったらねもう面ファスナー割と強いので、自然に外れたりすることもなさそうな感じです。どうでしょう。でねまあ型紙はねもう癖はだんだんなくなってきちゃったんですけど、まあ、この状態でもね本来の使い方、との両端についているマジックテープをくっつけてやることによってスタンドのように立つかなと、曲げちゃったから立たないかもしれないなと思いながらやってますが、はい、立ちますね。全然問題ないですね。これいいんじゃないでしょうか。安定性もいいし、上からね、吊るすような
吊り下げもついているので、まあ、どっかに引っ掛けとくなんていうこともねできそうですね。でこう筒状にね、こんな風にしなくても、まあ平べったいね、壁なんかにこうやって引っ掛けることもできます。今向かって左上が破れてますよね。あれ私が型紙を取り出そうとしたところですね。はい、あそこ破ってもね下が縫い付けられてるので型紙出てこないんですよ。皆さんはね、穴を開けないようにしましょう。私はやってしまいました。はい、じゃあねまた最後に、閉じて片付けておこうと思います。多分何回も何回もこうやってね、ぐるぐる巻きにしてたらそのうちね完全に型紙の癖もなくなるんじゃないかと思います。はい、またネームタグにねなんかかっこよく加工したらね、私ツイッターもやってるのでそちらでご紹介しようかなと思います。よかったら、フォローをしてください。今回もご視聴ありがとうございました。